大谷ダムは、新潟県三条市、一級河川、品野川水系、五柄市川の上流部に建設されたダムである。旧名は、五柄市川ダムと呼ばれた。新潟県が管理を行う県営ダムで、高さ75.5メートルのロックフィルダム。五柄市川の治水と三条市への上水道供給を行うため、国庫の補助を受けて建設が行われた、補助多目的ダムである。 ダム直下で合流する、笠堀川に建設された笠堀ダムとともに、五十嵐川流域の治水、利水を行っている。ダムによって形成された、人造湖は、旧、下田村の村花であった姫さゆりにちなんで、姫さゆり湖と命名された。なお、島根県松江市に、同名のダムがある。五十嵐川は、大川津分水路分流手により、 下流の品濃の川水系における主要な支流である。江干し岳を水源としておおむね北北西に流路を取り、上流部で笠堀川を合流した後祈願で知られる、ヤギが微地点で相モ川を合わせる。その後カンバラ平野へ流れ出て太平川や角間川と合流した五山城市中心部を貫くように流れ、品濃川に合流し日本海へ注ぐ。 流路延長は3 8 7トル流域面積は337.3平方キロメートルで、流域はすべて山上市内である。ダムは笠堀川との合流点からすぐ上流部に建設された。建設当時の所在地は南神原郡下田村であったが、平成の大合併によって周辺の町村とともに山上市に合併した。 なおダムが建設されたいがら川であるが、読みは、いがら川ではなく、いがら川であり、濁らない発音である。県内各地からは、国道289号で行くことができる。ただし、このダムの千約2キロ付近で行き止まりになっており、現在福島県境の十里列をトンネルで貫き、た見町と結ぶ工事が進んでいる。山上市中心部を貫流するいがら川流域は、 古来より水害常習地帯であるが、戦後人口の増加に伴い地水整備と水道供給が重要となった。新潟県は洪水調節、上水道等を目的とし、五十嵐川の右支線である、笠堀川に1964年、笠堀ダムを建設したが、その後も人口の増加と水害の被害は続いたため、五十嵐川本川にダムを建設して、解決を図ろうとした。 ダムは1971年により計画に着手、当初は、五ヶ梨川ダムとして建設が進められた。22年の歳月をかけて1993年に、完成したが、淡水時に、地元の要望で、ダム名を、水没地区である、大谷集落から名前を取り、大谷ダムに改名した。この時に、ダム湖も、旧、下田村の村花である姫さゆりから、 姫さゆりこと命名された。ダムの形式は、中央土質社水壁型ロックフィルダム、高さは75.5メートルである。洪水調節、不特定利水、三上市への上水道供給が、目的である。2004年7月、新潟県内を過去最悪の集中豪雨が襲った。平成16年7月新潟、福島豪雨またの名を7.13水害と呼ぶが、 この時、いがらし狩谷田川は氾濫し三上市、三つ市等の流域市町村14,300戸が浸水すると甚大なる被害を受けた。この時、上流部の大谷ダムでは、1時間最大雨量73ミリ、24時間最大雨量450ミリという、観測開始以来最大の降雨量を記録。このため計画地水容量をはるかに上回る水量が、 ダム湖に流入し、ダム本体に重大な影響を及ぼしつつあった。だが、笠堀ダムと共に大谷ダムでは、限界洪水調節要領まで貯水を行い、仮にダムがなかった場合、三条市等の家屋浸水被害は、さらに2000個増加するという新潟県の試算も明らかになり、確実に洪水調節に役立った。しかし、現状を知らない一部の住民からは、 ダムは役に立たなかったという非難を受けた。ありがとうございます。